皆さんこんにちは。こんにちは。マイゴルフの久しぶりです。アボアボ。ボンちゃんです。はい。ということで、はい、やってまいりました。やってまいりました。今回、はい、僕たち兵庫県にありますオリンピックゴルフクラブさんにお邪魔しております。お邪魔します。ありがとうございます。ありがとうございます。で今回なんですけど、はい、ビッグイベントです。ビッグイベント。はい。まあ今回ね、はい、実は、プロが8人ゲストとして来ております。はい、ありがとうございます。まあでね、これでプロ10人揃ったんですけど、はい、まあ、10人揃ったってことは、はい、皆さんあれを思い浮かべると思うんですけど、今回はあれじゃないんですよ。はい、はい、どれですか。いや、それも含めて、はい、まあ、皆さんへのプレゼントかな。はいはい、今回はですね、もう初企画、はい、プロ10人で、マイゴルフペアチャンピオンシップ第1回ですね。これは第1回。今回ですね、なんとペア10人のプロが、はい、2人1組のペアとなって、9ホールをストローク戦で戦うという。あ、はい。まあよく僕たちが、そうです、まあ、マイゴルフといえばのやつですよね、はい、を全員気に回るんですか。そうです。すごいすごいことが起きてます、はい、そうなんです。だから5チームプロ10人で、はいはい、もう全員一緒に回ってチーム戦でストローク対決、はい、だからもう目の前で誰がスコアいくつとかもう分かる状態ですよね。うわ、まあ、今回これに至ったのは、はい、スポンサーの、株式会社神戸ワールドエージェンシー様のおかげでございます。本当にありがとうございます。またね、前回引き続きかなり壮大な、はい、まあ、賞金額にしていただいて、本当にね、村上社長にはね、感謝の言葉しか思いつかないです。本当にありがとうございます。ありがとうございます。やばいですね、今回なんと、はい、もう過去最高の賞金額となっております、はい、最高更新しちゃいました。大丈夫ですか。もうそうそう、なんかヤフーの下の方出ないですか。これ多分優勝したりしたら出ますね。出ます。ヤフーゴルフピッと押したらこれマイゴルフチームチャンピオンシップ出ないですか。大丈夫ですか。出そうです。ちょっと出そうです。額的にちょっとそれぐらいの額になってきたな。なんか地域のオープン競技出るじゃないですか、はい、たまにね、うん、なんとかオープン優勝、はいはい、出るね。これだし出るね。出るで出るし、尊重そこらのオープン競技に負けてないから、ね、希望が参加者10人ですから。そうそう、10人でなんと今回賞金が260万円です。さらっと言ってるけどやばいからね。さらっと言ってるけどやばいからね。争う気、今日これ争わん方がめちゃくちゃみんな争います。おかしい。おかしい。これはおかしい。まあ、争わんかったら26万ずつ。いいよ、俺はそれで。ダメです。あ、皆さん勝負をこう待ち望んでるんで、視聴者の皆さん。なんでね、今回、はい、まあ、このペアチャンピオンシップスにした、まあ、経緯があるんですけど、はい、まあ、これはね、もちろん視聴者の皆さんのコメントからも来てるんですけど、はい、まあ、まあ、もちろん社長からもね来てるんですけど、はい、そのまあサバイバー今までやってたんですけど、そうサバイバーやったらこうどうしても見たい選手がちょっと脱落してしまったら、うん、そこからその人のプレーが見られへんと、はいはい、もったいないと、できれば10人のプレーを、まあ、最後まで見たいなっていう声が、うん、まあ、サバイバーっていう形式はね仕方ないんですけど、まあ、そういう企画です、まあ、結構ありまして、はい、でまあ社長自体もまあいろいろ考えてくださって、ね、まあ、僕自体もね、社長とまあ打ち合わせを何度も重ねて、でまあどういう企画やったらもっと楽しめるかなとか、はい、こうまあ、プロも楽しめて、まあ、視聴者の皆さんも楽しめる、まあ、そういう企画ってないかなっていうのでいろいろ考えてたんですけど、まあ、サバイバーもね6回させていただいて新たな風を吹かしたいという、うん、はい、まあ、社長と僕の思い、まあ、もちろんね皆さんもまあ、新鮮なものが見たいと思うんで、はい、まあ、そういう企画でちょっと考えていったら、まあ、こうなったと、はい、いうことで、まあまあいろいろあるとは思いますけど、今回ねちょっと初めての企画になるんで、まあ、皆さんもね、まあ、初めてということで、まあ、楽しんでいただけたらなと思います。はい、まあ、簡単なルール説明はさっき言った通りに、その、まあ、2人1組でペアで、いつも通りのそのいい方のボールをずっと取っていく、だから10人が常に全員打つ感じですよね。でホールアウトしたら、まあ、その時点で終わりなんですけど、で、まあ、のストローク対決やってるんで、
まあ1ホール負けて勝ってとかそういうのはあんま関係ない、はい、トータル9ホールのトータルスコアで、競います。でタイが生じた場合はプレーオフやります、はい、4人チームでチームでチームで、チームで分かんないですよ、全員並ぶかもしれない、まあ、そうだね。で今回、まあ、10人で戦うってなった時に、はい、サドンデスとかはないんですよ、うん、基本的にね、はい、ないから、まあ、その分でこう皆さんに楽しんでどうやったら楽しんでいただけるかなっていうのを考えた時にやっぱりそのプロの、まあ、マネジメントとか、うん、まあ、ショットのこう技術とか、うん、まあ、どういう意識で打ってるとか、まあ、そういうのを、まあ、今回はゆっくり聞いていこうかなと思っております、はい、で、まあ、サバイバーの時ってやっぱみんな本当に、まあ、まあ今回も真剣勝負なんですけど、まあ、すごいこう、まあ、追い込まれてる状態、はい、ですごい緊張してる場面で、うん、でやっぱりこう独自のペースもあったりとか、うん、でまあね、なんかカメラもずっと回っておかないといけないから、はい、あんまりこうゆっくり皆さんに話が聞けないんですよね、はい、で今回は、まあ、チーム戦ということで、まあ、チームごとにその打った後にこう今のはどういう意識で打ったんだとか、まあ、そういうのを、まあ、ゆっくり聞いていこうかなと思っております、はい、プロの、まあ、技術とか、まあ、そういうどういう意識で打ってるんだとか、こうやって今のはこうやって言って、まあ、結果こうなっちゃったとか、はい、こうなりましたっていうのを、まあ、10人の、まあ、マネジメントを、まあ、皆さんに少しでもね参考にゴルフの参考になればいいかなと思ってそこにフォーカスして、まあ、撮っていこうかなと思っておりますので、はい、ぜひ皆さん最後までご覧いただければなと思います。お願いします。たくさん参考になることあると思うんでね、はい、はい、さあということで今回なんですけど、はい、まあ、ペアリングはちょっとねこういろいろ、うん、まあメンバーでいろいろ考えまして、うん、最初はくじ引きもいいかなと思ったんですけど、はいはい、初回なんで、はい、こっちがちょっと決めていこうかなと、うん、今回はじゃあ皆さんに、ペアごとにちょっとね登場してもらおうかなと思うんで、ね、まあペアリング突撃しますか。あ、突撃しましょうか。なんか呼んでくる、はい、突撃しましょう。ペアリング突撃しましょう。ペアリング突撃インタビューで、はい、じゃあ今回はそういう回でおはようございます。おはようございます。まあ、滋賀から、はい、来てくださった、藤田翼プロと柴田雅也プロペアです。おはようございます。お願いします。お願いします。今回初のペア戦なんですけど、はい、どうですか。もう2人ねもうずっと仲良しコンビでやってると思うんですけど、はい、意気込みは。マイホールバーディー狙い。おー、バーディー以上狙い。なんか不安そう。なんで？グリーンに乗せたいですね。そうですね。はい、グリーン乗ってたら。レベル低いですね。レベル低いですね。ね。二人ですからもうベタベタ行くで。いや、そうですね。バンバン行きますよ。バンバン行きましょう。じゃあね、二人ね前オリンピック のサバイバーの時、まあ、村上さんスポンサーの時の、はい、サバイバーの時ちょっとあんまりいいプレーができなかった、はい、と思うんですよ。はい、なんでちょっとそのリベンジといいますか。そうですね、はい、もうギャラリーとして見させてもらってたんで、はい、コースもバッチリです。そうですね、はい、まあコースはほんまに、でもほんまに2人向きやと思うんですよ。そうですね、飛距離がめっちゃ活かせるコースやと思うんですよ。なんでちょっと2人の力を今回は存分に発揮していただきたいなと。手は大丈夫ですか、翼で。いやもう、はい、一番いいかなとね。グリーン周りだけ誰か変わっていただいたら。いや、でも外さないでしょ。まあ、外さないね、2人のショット力があれ。結構ズボンはしゃいでますけど大丈夫ですか。いや思ったんですよ、朝ね出てきたらこんな入ってたから俺もう帰ろうかなって。はしゃいでんのかな。はしゃいで、やっぱね、はしゃがんとね。いや、そうですね。これに上も花柄やったらしいですよ。いや、そうでしょ。めっちゃいい。いや、ちょっとそこはそこめっちゃ虫寄ってくるんじゃん。密や思って。いや、チームワークはね。まあそうやね、チームワークはもう、チームワーク絶対大事でしょ、今日なんかね。今日はめちゃくちゃ大事なんで、いや、めちゃくちゃチームワーク取れてると思うんですよ、2人。絶対喧嘩しないで頑張ります。喧嘩しないでください。まあ喧嘩もね、まあエンターテインメントの一環かなと。まあちょっと今日優勝150万なんで、やばいっすね。はい、やばいっしょ。やばいっすよ。なんか自分が出したみたいになってね。ありがとうございます。ありがとうございます。ちゃう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 。村上さんやから。村上です。あ、ちょっと待って。ボンファームやめてやめて。ボンファームの村上。福永やから。全然ちゃうから。むしろ俺の方がかぶってるから。上村やから。もう優勝目指して、はい、頑張ります。頑張ってください。ありがとうございます。よろしくお願いします。頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。今回
タッグの服部武史プロと井上健太プロです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回、まあ、このペア、ちょっと初めてやと思うんですけど、もちろん初めて、はい、初めてなんです。はい、はい、あのまあ、僕の中では堅実なお二人、うんうん、まあ、堅実なゴルフの組み立てが本当に上手なお二人でちょっと組んでもらったんですけど、はいはい、まあ、このペアで組ませてもらったのにももう一個理由がありまして、あの前回ね、オリンピックでサバイバーした時に、はい、まあ、梶村さんが優勝されて、で、まあ、お二人、はい、2位と3位、2位と3位、はい、ちょっとこの、まあ、鬱憤が溜まってると思います。本当相当溜まってるよね、はい、めちゃめちゃ悔しいですね本当に、はい、でまあ、あのゴルフの組み立て方とかもね、はい、あのまあ、ちょっと似てるところあると思うんですよ、はい、まあ、曲がらないで、グリーン周りがうまいと、あのゲームの組み立て、こっちねこっちのゲームの組み立て、ね、あれもしかして、あれそう、ちょっとこれ歴、まあ、マージャン歴、僕小学校5年の頃から出て、こっちの方がガチで、そうです。今やり始めて29年目、来年で30年になる。ゴルフより長いじゃないですか。ゴルフより長いじゃないですか。ゴルフより長いです。はい、まあそこもちょっとつながってたという。はい、みたい。今日朝聞いて。はい、お二人は普段は仲いいんですか。普段なんかいいよ。そうですね。ここに喋っていただいてます。いやいや逆です。はい、すみません。お願いします。あんま知らないということで。多い。めちゃくちゃめちゃくちゃ怖いんで。あ、もう。はい。せい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 。めちゃくちゃ怖いんで。はい。もうちょっともはい。粗相のないように。こんな粗相のないよ。こんな優しい人おらんやろ。怖いんで。やめとけやめとけ。気をつけます。はい。いや、まあまあお二人もね、これでちょっとか、今回また仲を深めてもらって、はいはい、優勝、はい、ぜひとも目指して優勝一択で、はい、頑張ります、はい、頑張ります、はい、まあ、前の悔しさを生かしてほしいな、はい、まあでも前誰よりも回ってるんで ね、 そうですね、オリンピックのインコースね、ちょっとあの、はい、飛距離勢に負けないように、そうですね、振るときは振るよ230ヤード、まあ、あれはやめとくわあれはね、ちょっとおもんないって言われたらちょっと俺ショックやからさゴルフしてダボ打つ以上にちょっとショックやからさおもろないわ、はい、はい、ということで、はいはい、頑張りましょう、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします、お願いします。弟は、じゃあこれの弟は、おはようございます。おはようございます。今回宮本さん、はい、一人で、ありがとうございます。宮本さんだけ一人ですよねですよ、ね、いや宮本さんはね、はい、第4回、はい、夜サバイバーで、まあ、見事優勝されて、あ、そうなんですか。そうでした、そうでした、全然覚えてないですよ、ね、ニュース見てないですか。もう記憶障害なんだニュース載ってました。え、ニュース、マイゴルフニュース載ってました、はい、マイゴルフニュースとかあんの。出てました。嘘やん、視聴者さんみんなにこう送る。ボンちゃんファームでなんかウェブサイト見てんねんけど、あんま乗らへんねんなボンちゃんファームってなちゃん入ったいや今回はちょっと、ね、今日ボンちゃんとやからね、結構気合入ってるね。そうね、ボンちゃんとこちょっとでもな、本当のこと言うとちょっと心配やねんな前もあの僕とサッカーさんが倒しましたもんね、そうボンちゃん源さんペア、そうね、はい、楽勝でした。正直あれは勝たしてあげたもんな、勝たしてあげた、うん、気持ちよくさせてあげた。そんなんどうでもいいんですけどあ、そうどうでもいいんですけど、あの、まあ、源さんね、弟がおらへんの、そう、今回ねスペシャルイベントとして、はい、あの、まあ、源さんちょっとご招待させていただきたい。いや、もうありがたいです。いただいたんですけど、すいません、もう、まあ、優勝者ということで来て もらいました。まあビッグイベントっすよね。はい、で、まあ、ちょっとね、相方をあれやったらパッと選んでもらって、そうですね、源だけ好きなの選んでください一人で行くわ一人で行く一人で行くわ、人で行くってことは一人余るわ余るな困るわ。じゃあもうあの6チームで一人が2人だけ個人で、1人あの源と思って来てる人がおるから、ちょっと選んであげてカメラマンや、あ、カメラマンと一緒カメラマンなんでするの、ほらほらほら、来たで来たで、あ、ごめんなさい、来たで来たで来た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 、もう今日誰と組むのひーくんは。なんで俺ペアよ今日、なんで一人だけ、えそうなん、みんなペアと思ってなかったよ。ペアですよ、ペアペアですよ置いて置いて、どこも、もう初っ端俺はもうはぶられてますけど誰とやって聞いてた今日、あのパイセンで来てきたけど、はい、今日一人ごほごほごほ、今日誰と君とやるやったらもう一人の方がいいやいや、
でも相当やるやるって聞いたけどやるやるって聞いたけど。じゃあ俺今日一人今日一人付き添い付き添い今日キャディーそれキャディーキャディー態度キャディー捨てたいやということで、改めましてチーム源は源さんと秀島と、はい、はい、出遅れましたまあもう仲良しコンビなんでここもチームワークやばいね。今日は多分行っちゃいます。行っちゃうね。大体こういう時やらんねん。大体こういう時やらんねん。任せてくれ。やるとは聞いてるよこっちも。やらんやらんって聞いてんねん言う時に限ってちょっと調子が。そうなんです。今日ちょっと首が痛いまあでも2人飛距離がなんせ武器なんで。今回俺待ったことあります。俺待ったことない。ないんすか。3回ぐらいしかない。あるよ覚えてない。あるって言うんやこれ。それある。100回からかな。それある。100回回ったら。じゃあみんなもう熟知してる。めっちゃ知ってるやんもう。いやダブルスってなんかあれやね。おもろそうやね。はい。一回買ったことあるもんね。違う試合で。あマジ。結構前に。そうなの。そうなの。そうなの。すぐ忘れる。もう5、6年ぐらい前かな。3歩歩いたらもう忘れてる。早や。最強や。最強や。本当。まあでもそのちょっと5、6年前の再現をちょっとしてほしいなと、はい、今回賞金額もえげつないんで。じゃあなんぼなんですか。優勝150万です。それが100の50いや俺50もいらん。マウンティングしてるマウンティングしてる先輩マウント3ぐらいくれればもう嬉しいです。謙虚や、まあ、あとはもういや楽しみやね。何がそうっすね。もうみんななんでダブルスってな。そう、お二人のチームワークを見れるのはほんまに最初の X1 に来てもらった時ぐらいですもん。見たい、見たい、いや見たいっすね。見たい、行っちゃう今日 X1 行っちゃう、行っちゃう。俺らタッグ組んだらもう相当 P しか入らない。いやもう今日、いやまあまあそれはね、見てうんうん言うてるもん。いやそれはちょっと、でも今日雰囲気違うくないですか。俺らスポンサーさんちょっと見てるんで。スポンサーさん見てる、はい、なおさら行く逆に多分なおさら行く逆に多分好きだと思います。全部これになります全部バルタン戦時バルタン戦時いきますよ。もう最初から一番最下位で決まってるかもしれない。そう、もうあの固定で固定だし、これでも流れず4チームでいってくる4チームで回ってることになってるかもしれない。それはそれでもいいけどいいんや、うん、今日はサポートしよう多分、うん。いや今日ほんまちょっと頑張ってください。集中していくわ。集中して、いつもにない集中力でやるわ。前も結構言ってたじゃないですか。サバイバー勝った時言ってた、集中してた、うん、そう、こそっとこそっと集中してた。よ、喋るけど切り替え、ね、半端ないから。切り替え半端ないね。切り替え半端なくてこんなやってた、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 やってやって。そうそう、あのバカにするのやめてもらっていいですか。でもあれあかんよね、あんなね。もっともっとこう、もっとこう、覇者は違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 う。あなたのものはね、あなたのそうなんや、そうなんや。やっぱ覇者の前からオーラが違うから。そうそう、なんか変わったっすよね。でも また道外れてる。ちゃんとしてもう、はい、いやいや、あの二人だけ断然長いです、他のペアと、はい、でも今日はもうだって巻きで巻こう。巻俺まだ2分ぐらいしかおらんけど。ええ、もう だいぶいますよ。いいえ、みんな3分ぐらいで終わった。俺だってあっちでずっとこう見とったもん。巻こう、もう巻いていこう。俺は気合十分かなと、はい、思います。気合は入れていきます、はい、今日は頑張ります。今日は力んでいきますあ、力んでください。はい、ほぼほぼ任せるんで。尻吹きなんで。尻吹き尻吹きなんで今日期待してますボンさん。あ、ありがとうございます、はい、怪しい。そういう音ちょっとある。編集大変やからさ、やめてくれる下打ちとそもそも言うとダメやから。今日は効果音をバリバリ出していきたいと思います。はい、全部 P です、はい、すいませんというわけで、はい、頑張ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何の話してんの。何もしてない。内容ゼロ、内容ゼロ。おはようございます。おはようございます。えのくん、はい、ありがとうございます。今日も来ていただいて。あれ、チーム変態さっき一人出ましたけど、ね、そうなんですよ。ここがちょっと今回のミソ一つ目。ミソ一つ目、はい、えのくんは一人で出てもらいます。よかった、分かりました、 OK です、はい、っていうような冗談で、うん、あの今回ね、結論から言うとボンちゃんとエノ君タッグで行ってもらいます。え、いいですか。え、優勝準優勝ですよ。前のセコないですか。そう、それなんですよ。今回の理由は前回ね、マイグロサバイバー第6回やった時に、はい、なんと、はい、まあ、ボンちゃん優勝、はい、で決勝戦で、ね、エノ君とのもう激戦を、まあ、お二人あの繰り広げてくれました、うんうん。この2人がバチバチやった2人がちょっと今回組んでみたらどうやっていう。今日
で、まあまあ、いつもぼやくね、えのくんと、まあ、いじるぼんちゃん、うん、まあ、これが揃ったらまたこれはこれでめちゃくちゃ面白いのかなと。まあ、マイゴルフの2人のペアはいつも僕ら、うん、あの皆さん見てもらってるんで、まあ、ちょっとねここで変化球してもいいかなと思ったんですよ。意外でしたねこれ、はい、知らんかったんで。なんでちょっと今回は、まあ、あのえのくんは前回悔しい思いをしたと思うんですけど、ね、モンスターのせいでいろいろ変わりました、ね。まあ、でもえのあの時ナイスだったけどもう当たりやん長いから当たるし知らんすよもう。それだからあれチームやからこういうのどんどん許していこう。そう、うん、あれあのボンちゃんのあのね、いらんことのせいで、あれで結構いろいろ、えのくんが体調が悪くなって、ケージオープンが出れなくなったと。そう、あれ、そうね、あれメンタルの星を。あれで免疫落ちて、あれ多分勝ってたら僕は出れてますね。あ、そうね、はい、しかもパターが長くなった。そうですね、そう、これも決めて、もうあれで、あれを決めてにちょっと。ああ、そう、うん。もうえのくんをかき乱してます。かなり。えのくんの人生をかき乱してる。かなり人生変わりました、あの日。まあでもそれでもしかしたらこういくかもしれないから、ね、いい方にね。うん、いいかもしれないから、うん、まあでも今回このちょっとタッグ、はいはい、まあ実はねあの村上さんもちょっとすごいそのボンちゃんとエド君の組み合わせをちょっと一回見てみたいそうなんいう声をいただいてたんでそれはしかも、うん、その前回のサバイバーでまたそんなことになったから、はい、余計ねこう僕も見たいし、まあ、皆さんも多分楽しめるかなとそうでも、うん、今日はチームっていうのだけちゃんと考えてそうですね、いつもやっぱ敵と思ってるんでこうえのにいらんことしちゃうんですけどあくまでも今日はチームなんで、はい、まあでもえのくんいじられるの好きなんで、そうですね、まあ、いじられた方が力出すタイプですね僕は多分、ね、チームやからもっといじるんちゃう変に褒められたら動揺してミスるんですそんな慣れてないことされてもやっぱえの頼りなんで今日は、はい、分かりました。そう、今日はやっぱちょっとえのがえのに迷惑かけるのに練習しようかなと思ったんですけど練習しなかったんで完全にえの頼りまあいいかえのやで今回限りのタッグやと思うんで、はい、そうですね、もうぜひ頑張ってください。頑張りましょう。ありがとうございます。おー、なんかちょっと前より仲良くなった別に仲悪くなったよ仲良すぎた別に、はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ頑張ってください。はい、行きます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。最後の選手小川雅樹君、うん、来てもらいました。今回はですね、はい、あのちょっと長橋さんがご都合が悪かったんですよ、はい、そうなんでチーム、僕とチームです。よろしくお願いします。新しい、はい、そのパターンあるんやな。そのパターンもあります。いやちょっと今回やってみようと思って、はい、いろいろね、はい、あの新しいことを、まあ、皆さん多分もう脳みそが固まっちゃってると思うんですよ。そうですね、もうずっと同じ流れでね、はいはい、もうだからちょっと刺激を皆さんの視聴者さんの皆さんにの脳みそにちょっと刺激をなるほど、はい、与えようと。ボンちゃんはちょっと大きくなりました、まあ、またやまたそう、またその話それしか毎回それから始まるんでいやでも、はい、大きくなったでしょ。ちょっとなったっすね、うん、でも朝は痩せたってみんなに言われてた、はい、いつも通りや黒着てるからじゃあ細く見える。細く見える近く来てやっぱちょっと大きくなったチーム手榴弾でいきましょう。あ、俺も手榴弾俺も手榴弾、俺手榴弾持ってないけど。もんちゃん誰とチームなんですか。もんちゃんええの。まあでも前回のね。そうなんです、ね、前回のトップ2、はい、なるほど。まあ、えのがどんだけ頑張ってくれるかやな、はい、まあ、俺はもう調子がガンガン来てるから。なるほど。2位のえのが実力以上のものを出してくれたら、まあ、俺らもいける。やっぱり上からまあ2位やからね。ぼやいてる、あいつずっとぼやいてるから回ってるホール数は負けてねえだろ。あの確かにエコなんです。今日もエコしてます。エコで、はい、今日エコできへん。今日体力勝負。今日9ホールです。9ホール取りきつるやん。フルちょっと待って、セグウェイいるわ俺一人セグウェイ買ってきてください。いやまあ今回ね、まさきと僕のチームなんですけど、はい、まああのまあ、チームキャンパーということで、はい、チームキャンパー、ええー、な、はい、あの僕らキャンプ、はい、趣味なんで、あの一緒にキャンプ行ったりしてるんで、実はしてないんですけど、まあ、まだね、あんだけ行こう言ってしてないの。そう、行こう言うて前日に亡くなったことは何回かあります。それあんま仲良くない人の断り方や。確かに大雨ドタキャン、ね、大雨天候がね。そう、はい、であの共通の、ね、お客さんとかもいるんですよ実は、うんうん、あのいつも回ってくれてる、まあ、お客さんがいるんですけど、まあ、その方と一緒に回ったりもしてるんで、まあ結構相性ええかな、いけると思います。行きましょう行きましょう、はい、はい、まさっきいいもんね、はい、成績。そう
で、写真は最近も2位入ったりしてるから。そうそう、ただ今日サバイバーじゃないね。確かに。でも実力はある2人じゃないですか。そうですね、最近来てる。いや3位ですね多分今日。微妙なとこいた。微妙なとこいた。そこ優勝っていうとこじゃない。3位です。3位目指します。そうやな。3位目指すぐらいがねちょうどいいです。まあそうかもしれない。アホの2チームはなんか優勝優勝言うてたんで、3位ぐらい目指すんで優勝いく。アホの2チーム誰やろ。まあ頑張りましょう。頑張りましょう。今回初タッグなんですけど、はい、まあまあでも、まあ、仲良しなんでね、はい、いけると思います。あの気ぃつかんでいいからね、はい、あのギャンギャンいっちゃって、気ぃつかんでいきましょうね、うん、お互いということで、はい、最後のペアは僕と正木です。皆さんぜひ、5チームね、はい、どのチームが勝つか、まあ、予想とかもしていただければいいかなと思います。ありがとうございました。お願いします。頑張りましょう。お願いします。ということで、まあ、5チーム紹介終わりました。はい、皆さんね、今回も、マイゴルフに日頃から出てもらってるアプロの皆さんに来ていただいたんで、うん、まあ、あの皆さんの好きな、ね、プロがいらっしゃると思います。ぜひあの応援していただければいいかなと、はい、まあ、本当にさっきも言ったように、あのどのチーム勝つか優勝予想していただいたら、まあ、これ最後まで今回分かりませんので、そうですね、あのコメントでネタバレすることとかもないし、はい、あのまあ、いいんちゃうかなと思います。で9ホールなんで激闘間違いないですよね、はい、18とかやと結構打数が開いてくるんですけど、はい、短期決戦なんで、そうですね、かなりそうですね、激闘です今日、はい、いや本当に、まあ、分からない大会になると思います。はい、ぜひ皆さん楽しみにしておいてください。明日からね、はい、毎日、9ホール1ホールずつ、はい、まあ、皆さんにお送りするので、まあ、内容がねやっぱ10人で回るとかなり熱くなっちゃうんで、はい、まあ、1ホールずつ、まあ、皆さんにはその分ちょっとワクワクしてもらおうかなということで9ホール9本にします。皆さんぜひ楽しみにしておいてください、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。最後にね、チャンネル登録と高評価して帰っていただけると嬉しいです。それではまた明日からお会いしましょう。さよなら。さよなら。